向かい風の中を一人でふざけてみた。ことのない距離を強引に不器用なりに伝えた。君が好きだ、友達として照れ隠しか後悔を生んだ。後で聞いたが俺はタイプじゃないらしいし、何やってんだ本当、無駄にカッコつけてんのが逆にダサいし、やんちゅうないって面倒削られて Congratulation マイナスからのスタートでも向かい風の中を一人でふざけてみた。いやこれ両思いと判断、君のせいじゃなきゃきっと勝って、君との距離近づきたくて、yeah! 体内温度上昇中、心拍数はちょっと急、yeah! まとめたメッセージも頭真っ白、お疲れ様で、向かい風の中を一人でふざけてみた。さにやられてぼーっとしてたら目覚ましてベッド、心配そうに